やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、マシュマロまったりやって今回終わりましょう。ちょっと喉を休息するわ。今回のお題は未成年の主張、おっさんの主張という、お題で、募集させていただきました。いろんなおっさん、いろんな未成年の方から、おっさん、おばさんの方々から、主張をいただき、いろんな意見があったので、僕なりにまとめて、マシュマロを20件ほど読んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ニットにいる大人、基本的にネガティブなことしか言わないから社会に出たくなさすぎる。これはちょっとぶっちゃけツイッターっていうところの住み分けがうまくいきすぎてる問題がある。ちょっとまあオタクツールになっちゃってるんで、ツイッターがね、俺もツイッター見るの大好きやし、でもまあネガティブなことを言っていい場になっちゃってるからしょうがないよね。ツイッター見なかったらいいよ。ネガティブなニュースの方がやっぱ人って目につくからさ、地上波でもさ、いいニュースより悪いニュースの方が多くない？それで視聴率が取れるからなんだよね。で、ツイッターの視聴率ってさ、リツイートじゃん。リツイートってもらえると気持ちいいじゃん。だから、ネガティブなことを発言してみんなリツイートを稼ぐんだよ。そういう場所になっちゃってるから、もうしょうがない。だからツイッター見ない方がいいよ。尖ってるね、君たちなんか、視聴が。ラジオネーム、e スポーツ大嫌い。スタメさんこんにちは。今回のお題が未成年の主張、おっさんの主張というとのことで、おっさんの立場から主張したいです。私はラジオネーム通り e スポーツが嫌いです。大嫌いです。ここ数年で e スポーツを盛り上げようぜという風潮が嫌いです。大嫌いです。できれば e スポーツなんてさっさと廃れてくれればいいのになとさえ思っています。自分自身この考えだが今の時代にそぐわない考えであることは自覚しています。あ、そうなんだ。いや、しかしやはりたかがゲームです。ゲームにはよ、これなんて読むの、気晴らしでやるものです。間違ってもゲームが理由で人格否定やパワハラ、まあ、うん、わかるけどね。人格否定やパワハラすることがあってはいけないと思います。 e スポーツがあるがためにそういった悲しい事件が起こるのであれば、 e スポーツなどこの世からなくなってしまえばいいのです。この考えがスタミさんや他人、他の人に理解されにくいことだとは重々承知しています。しかし昨今の e スポーツを盛り上げようぜという空気には平和が出ている、そういう人間がいることは知ってほしかったです。まあでも何のコンテンツでもそうなるけどね。なんかエンジョイ勢とガチ勢ってやつでしょ、それこそ。まあガチ勢が e スポーツ側なわけじゃん。特にインターネットゲームっていうのがそれを感じやすすぎるよね。同じ場所に住んでるもん。考えが違う人たちが身近に感じやすすぎる。インターネットは。言いたいことはわかる。スポーツは顔を合わせるし。まあ、顔を合わせる顔を合わせないのね、なんかその違和感っていうのはある人ない人、人それぞれって言っちゃ思んないんだけど、俺も会議とか顔合わせたい派なの。この派閥の問題って終わらないからね。でもまあ尖り気味かな、かなり。最近この意見はほんと見なくなったよね。この e スポーツが認められないとか言ったの多分5、6年前じゃない。これはの本当になんかおっさんの主張って感じで気持ちがいいね。未だにいるかな e スポーツ否定派。まあ、いるっちゃいると思うけど、ここまでも拒否反応が出ちゃうんだね。まあでも結構おじさんの主張って感じでいいね。じゃあ次。未成年の主張。私は先生が好きだ。みんなには名字プラス3なのに、私には下の名前呼び捨てなの好きだ。私の話をニコニコ笑いながら聞いてくれたり、私が相槌を打つとその真似をしてするの可愛すぎるだろう。あと追い越させて先生の大学時代の写真とかツイッターのアカウント見つけてごめんなさい。後悔はしてない。可愛いのが来てる。可愛すぎだろ。でも怪しいのがテンションが学校へ行こうなんだよな。お前本当に未成年か。いやちょっと待って、際どくないこれ。ありえる？だって先生がさ、他の人は田中何々さんなのにさ、私は下の名前呼び捨てなの好きだ、どうだ。ちょっと待って、俺が腐ってんのか。いや、ありえるのか。結構きしょめじゃない。同じ名字がいた。ああ、なるほどね。田中かぶりだと、その、名前で呼ぶことあるね。あ、待って、また、ちょっとごめんね。こういう投稿で冷静になるのよくないよな。いや、それはそうだわ。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん。それはごめん。
おさんです。最近 ASMR を聞いて寝ているんですけど、どいつもこいつも耳かきやらシャンプーやらマッサージやら聞いてる我々を汚くて身も心もボロボロな存在という前提で話が進んで腹が立ちます。私のような四六時中にいる清潔なニートとは全く感情移入できません。これはおもろいわ。ごめん、おっさんなのに清潔なニートって存在しないから、いやもうね、ありえません。その時点でおかしい。お前は自分、それはね、現実から逃げてるだけだよ。明らかにお前はこっち側だよ、多分。お前はちゃんとターゲット層だからこそ ASMR にたどり着いたんだぞ。理解しろ、ちゃんと。次。ちょっと待って。え？ラジオネーム、レンジロー、過去28歳。おっさんの主張、パチンコスロットをやってるというだけで、やってない人からすると、え、パチンコという冷ややかな目を変えたい。変えたい。これ本物か、本物かもしれない。メンタルガチ本物かもしれない。変えたいまで言ってるのすごい。みんなも趣味あるじゃん。アイドルが好きだったり、洋服が好きだったり、車、バイク好きだったり、ソシャゲが好きだったりしてるのと同じで、パチンコもいいじゃないの。だから笹さんこと一緒に行こう。絶対勝てるから、これ。この一言なかったら言ってるかもな。これや。行かない理由。パチンコやってるところのやつってこういうとこあるからな。俺はパチンコ行って一回も勝ったことねえからな。ルルーシーやったけど。演出いいよ。演出よかったよ。私の言うことを聞け！チャララチャララチャララがダメだ。もう一度チャララチャララがブーシューの繰り返し。あのゼロのさ、バサーってやってるところ。これで最後のチャンス！バララバララバララバラダメだ。そんなんすな、ルルーシが。ダメだじゃねえよ。おい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 。こんにちは、スタミさん。お題が未成年の主張と聞いたので送らせていただきました。現在13歳で大人に対して思うことがあります。一つは頑張りすぎです。父親の会社が定時が、17時30分なのですが、ここ、1年は19時以降に帰ってくることが多いです。なぜ定時に帰れないのか聞いたら仕事が多すぎるとのことでした。YouTube でもありますが、YouTube でもありますが、とある教師が給料の割に仕事の量が見合わないと発言されていました。そういうのを聞くと、大人になりたくないなと思います。二つ目は楽しそうです。なるほど。大人になるとお酒が飲めたり、風俗等のある18系のお店にも行けます。それと、中学生、高校生の時と比べて行動範囲がとてつもなく広がるので、全国旅行等もできます。日本全国を回ることを趣味にしている人を見るとすごい楽しそうだなと思います。こういうのを聞くと大人になってみたいなと思います。僕は大人になることは素敵なことも多いけど、その分、負債も多いハイリスクのことだと考えます。13歳ですよね。俺マジでおっぱいのことしか考えてなかったぞ。ここでスタミさんに質問です。スタミさんがもし、17歳に戻って大人になれる権利と大人にならなくなる権利が手元にあるとしたら、どっちを選びますか？スタミさんなりに大人に対して思うこと、そして大人になってみて分かったことを教えてくれるとありがたいです。おいおいおい。でもこの子にとって大人なのか大人じゃないかの瀬戸際が17歳なんだろうね。いや、これはね、ちょっと答えとは違くなっちゃうかもしんないんだよ。難しいよね。いや、俺はバカだったから大人がいいんだよね。大人になって考えれるようになったから、君みたいな考えられてる子が大人になったらすごい大人になってると思うよ。年齢を重ねるってね、結局ね、やっぱりね、考えの波紋広がったりね、経験することって全部落ち着いてその物事に対して取り組めるんだよね。バカな俺でもこうやってさ、なんかこうやって語れるぐらいまでなってんの。大人ってね。いろんなことを経験して。特に何も変わらない。いや、大人はめっちゃ変わると思うな。18歳以上と俺めっちゃ変わると思う。大人はいいもんだよ。大人はいいもんだよ。やっぱり君が言ってるように幅は広がるし、俺たち大人から見た未成年の生活ってすごいキラキラしてるけど、結局戻るか戻らないかの選択をした時って、大人って戻んないと思う。この質問を見ると、大人にならなくなる権利でしょ。もうなれないわけじゃん。だったらもう大人になれる権利を大体の人が取るぐらい大人って素晴らしいもんだよ。俺はそう思うな。君たちはずっと未成年でいたい？だって大人になったからこそ未成年の素晴らしさってわかるじゃん。未成年の時の大人の素晴らしさってわかんないじゃん。それってなんか不利というかさ、平等ではなくない？大人だからこそ見えてることがあるのに、未成年だからといって見えないことがあるんだよ。
そったら大人の方がいいなと思っちゃうな。大学生なら戻るわ。大学生だとちょっと話が違うね。結局ね、なんて言うんだろう、未成年の楽しさってやっちゃいけないことだらけの中の楽しさがキラキラしてるんだよね。その切な切なのさ、輝きがあるんだけど、その未成年ってほんと制限多いんだよね。いや、だからこそおもろいんだよ。校則があるのにちょっと茶髪に染めてみたりしたらすごいキラキラすんだよ。でもそれが大人になっちゃったら普通なことなのね。普通なことになっちゃうのも良くないことなんだけど、まあでも総合的に見てやっぱりできることが多い大人の方がいい。でも大体の人が未成年に戻ってそのまんまに、ね、そのまんまでいたいとは思わないと思う。20歳とか24歳とかだったら思うかもしれないけどね。すげえよ、13歳でその考えができんのが。君の大人が楽しみだよ。ラジオネーム、パンツってなんであんな穴開くの？さんからの、主張。主張、酒ってどんだけ美味しいんだろうっていう希望だけで生きてる。あー、そうだよね。酒ってね、幸せになれるよ。やっぱり。そういう毒物だから。美味しいかどうかはね、別の問題としてね、大人として生きていく上で、ツールとしてすごい使えるものだから、プラスして幸せになれるなんてさ、世の中で流行るに決まってんじゃん。いいものだと思っといた方がいいよ。いいものだと思っといた方が、お酒っていうツールを使えるようになる時に得する。お酒ってああいう面あるしなって、悪い面ばっかり取ったお酒を飲まないと、コミュニティが狭くなっちゃったり、その体験をできなくなっちゃったりするから。お酒はいいものだなから入って、お酒で失敗して、ああ、お酒ってこういうものなんだなって知った方が、まあ最大限の、なんか、体験の仕方ができる。最高にうまくて、最高にいい毒物だぞ、酒は。ラジオネーム、川上から流れてきたマザーです。私はどうしてもスタミさんにしたい未成年の主張があります。ここ最近はとんでもないくらいの、これ、性欲に襲われて、1日2回終えた時は4回も G 行為をしてしまいます。おぉ。自分ではもう少し頻度を少なくしたいと思っているのですが、どうしても抑えられません。そんなこととは何も知らない母親は無言で僕の部屋に入ってくるため、すでに3回ほど行為を目撃されてしまっています。その後、いつも気まずくなってしまうので、本当にやめてほしいです。やめてほしいですってのはどっちの話？お母さん？あなたの性欲？加えて、母親にあんた意外と小さいんだねと言われた時は今まで寝てえよ。ひでえこと言うなよ。母親がそういうの言ってんのに、思春期の時ってマジで気持ち悪いからね。やめてくれよ。性欲が強いことって悪いことじゃないから、基本的に。犯罪とかを犯さなければ性欲が強いことってプラスなんだよね、マジで。大人になったらわかる、それこそ。大人になるとね、その元気じゃなくなって困ることがめっちゃある。俺最近俺見たんだよ。それ悩んでるストリーマーがいるんだよね。なんかチンコの玉的にはトランクスの締め付けよく。どこら辺だっけな。もうめっちゃ可愛くなったチンコとかマジ多分。太っちゃんマックス7センチ。本当なのそれ。ずっとチンコの話してる。日本の硬さ世界トップレベル。まあ男はチンコの話好きっすね。やっぱそこでしか共通のとこないからな。これね、いやこれ ね、女性からするとね、何してもらえた話してんだと思うかもしんないけど ね、男からするとね、勇気がある。もう座ってるからね、かっこいい。もうなんかでも俺はメンタル的な部分の方がでかいらしいね。病院行ったらやっぱりすぐもう悩むもんな。へえ。めちゃくちゃおもろい話があって、結構なえるのってさ、やっぱ男の人すごい気にするじゃん。病院行くじゃん。そういうすごいな、なんか ED 治療みたいなとことか問診票に書くじゃん、泣いてしまいますみたいな。恥ずかしいやん普通に。いや恥ずかしいなと思ってさ、なってたらさ、そこの出てきたお医者さんがさ、普通にリスナーだったんだよ。どういう会話で。や、医者も医者だろ、よくねえだろ、言うなよ。いつも言ってます。精神的な面を一番ケアしないといけないのに、 ED 治療の病院行ってギアさん見てますわ、一番メンタルに来るだろ、ふざけんな。っていうような感じで、大人になるとね、性欲が薄れることがね、悩みになったりするんですよ。で、まあ学生の時になるとさ、おちょくられると思うの。性欲が強かったりさ、なんかチンチンがとか言われてると思うんだけど、誇りに思っていいよ。まずお前のその思考が間違ってるってことだけ言っとくわ。
で、お前こうやってなんかゲーム界隈とか見るんでしょ？ゲームするやつなんでしょ？ゲームをしてると座るじゃん。座るってその性機能にとって本当に良くないんだよね。あと長時間の自転車とかもめっちゃ良くないの。だから気をつけて。俺も普通に性欲は人並みやるね。人並み以上あるかな。ずっとおさずさんだ俺は。俺は恥ずかしいと思ってないし、利点だと思ってる。バカだよマジで。今のなんかね、時代がちょっとエロが恥ずかしいみたいなさ、風潮があるじゃん。マジマジしょうもないから無視しときな、そういうやつ。そういう思考のやつらって本当にいつか損するから。俺がそうだったんだよ。カッコつけ癖があるから、なんか学生の時とか性欲ないですみたいな感じだったんだけど、まあ、性欲あるあるキャラもうグイグイいけばよかったなって今だったら思う。その思考から強制してください。中学生が見てくれてんだね、嬉しいね。どうも、初めて送らせていただく中学生です。僕は男子校の中高一貫校に通っています。当然ながら彼女はいません。自分がなぜ彼女ができないのか、モテないのか分かりません。周りもモテてもおかしくない、なんでモテないのと言ってくれるほどに容姿はある程度いいんですが、モテません。彼女のいる知り合いや親戚のおじさんなどに、どうしたらいいか、え、なんで親戚のおじさんに聞いてんの？親戚のおじさんなどにどうしたらいいか聞くと、お前もっとグイグイいかんと、できひんよと言います。ですが、惹かれるのを打ち切ってあまりグイグイいきません。出会い系マスターのスタさんに、女性に惹かれない程度の積極的に接することをしてください。お前、親戚のおじさんにそんな相談できんのに、なんで女の子に対してひよっちゃうんだよ。すごいな。ある程度容姿があるのに、容姿があったら女の子に行く方が怖くねえだろ。なんだろうね。女の子に惹かれない程度に積極的に接するコツ？でもさ、学生の時ってさ、中学生でしょ？ LINE 聞くだけで積極的なうちに入んないのかも。俺の時代ってさ、メアド聞くだけで結構勇気いる行為だったんだよね。LINE 聞くっていうのが勇気ある行動に今でも入る行動なんだったら LINE から聞くわ。容姿が良かったら黙っててもモテるので。いや、男子校っていうもの、男子校っていう呪いなのかもしれないじゃん。本当にその世界にバレてないのかもしんないよね。お前がかっこいいことが。怪しいな。あとお前、そうだね。本当にお前が容姿がいいのかも怪しくなってくるな。その後な。はい、次。中学生の人が多いね。中学3年生です。巨乳のメリットを教えてください。うわぁ、男目線からすると巨乳のメリットってたくさんだけどね。そんなもんは。もう無限じゃん。語り出したら止まんねえじゃん。男目線はもうさ、ぶっちゃけ。胸がでかいっていうだけで好きな人っているからさ。俺たち目線でしか言えないんだよね。女性目線からすると思いだったりさ、それこそ、中学生とかだとね、電車とかバスとか乗るからマジで怖い思いするんだろうな。男の想像を絶するよ。胸が多い、大きい女の子って。いや、絶対に怖いと思う。嫌になっちゃうと思うわ。まあでも、武器ではあるから。それを欲して高いお金を払って手術する人もたくさんいるわけよ。あなたはそれを最初から持ってるんだよね。中学3年生にして。中学3年生でっていうのは難しいかもしんないけど、必ずいつか私の持ってるこれは武器なんだって気づく時は来るよ。持ってないからこその質問かもしれん。いや、でも持ってる人の質問だと思うんだよね。今、女の子の可愛いって胸が大きいボンキュンボンじゃないんだよ。シュッとしたスレンダーの方が、女の子の目指す可愛いってそっちなんだよね。だから今胸がない子ってそんな悩みに思って、まあ、思ってる人はいるかもしんないけど、少ないと思う。まあ、韓国のアイドルでさ、だって包茎とか多分し放題よ。整形とかさ、美容とか発展してるから。でも胸をめっちゃでかくしてる人ってあんまいないじゃん。足を細くしてさ、胸も隠してさ、スレンダーな女の子ばっかりじゃん。女の子の中の可愛いはみんなあれだから、胸が小さいかは、ま、あのね、気にしなくていいと思う。まさに。この、メッセージを送ってくれた子は、胸が大きくて困ってると思うんだよね。男の目線からすると、全然もうそれは悩むことなくて。それは武器になるよ。怒りのマシュマロは俺の喉が治って、まとまったらやるわ。あとあれだわ。ラジオ企画をね、どんどん増やしていこうと思ってるのはね、年越しにラジオのお仕事をいただきまして、ラジオ局から配信して、ラジオ局からラジオします。そこでのコンテンツみたいな、まだ、なんだろう、自由にやっていいって言われてるんで。はい、というわけでした。今日のスタミジャパンの配信でした。
喉を休ませてきます。